県の頂点を競う決勝戦。2年連続8年ぶり2度目の全国へ、青の聖光学院。創部25年初優勝を目指す白の学法石川。試合はいきなり動きます。前半6分、学法石川のコーナーキックでした。狙ってきたニアサイド、決まりました。最後は4番の桐川圭介。学法石川高校が前半早々にゲームを動かしました。辰澤からの正確なボールに4番桐川が見事に頭で合わせ、学法石川が先制します。さらにボールを奪った右サイドから作っていきます。左足で優しく入れて、倉島決まりました。右サイド10番渡辺からのクロスに、学法石川のエース倉島が合わせて追加点を奪います。2点を追いかける展開の青の聖光学院は後半。さあどうだ、かわした佐々木、速いボールだ、どうだ、キーパー手を伸ばした、クロスバーに当たった。サイドを起点に学法石川のゴールに迫ります。しかしサボルボタン前を向いた、どうだ、シュート、3点目は学法石川高校、白のユニフォーム、8番2年生の竹澤陸。流れるようなパスワークで試合を決める3点目を奪った学法石川。3対0、一度下げて前に送った、絹川入れていった、ヘディングシュート、惜しいシーンでした。ここで試合終了のホイッスル。学法石川1位選手の心で歴史を変えました。創部25年目初優勝。本当強えよ、お前たち本当強かったな。見た目弱えけどな、な、でもな、その中でやっぱヒロキよくやった。お前はな、キャラじゃねえかもしんねえけど、よく引っ張ってくれたよこのチームな、弱え中でな。コロナもあったしな、な、今日上に応援に来てくれたお父さんお母さんにさ、ね、しっかり感謝してな、選手権終わろうな。悔しいとは思うけどな、この後が大事だから、この後がな、下向く必要ねえぞ。しっかり胸入って帰ろう、また鶴田翔君も絶対頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、頑張ります。いや、すごい嬉しいです。やっと夢が叶った瞬間ですね。まあ、学法石川のスローガンで1位選手ってあるんですけど、もうそれに向かって、その全国大会1試合に向けて一戦一戦もうがむしゃらに頑張っていきたいと思います。優勝した学法石川高校は今月16日に組み合わせ抽選会に臨みます。全国大会は12月31日、大晦日に開幕です。